淡路市の伊佐那岐神宮でも新年を迎える準備が進んでいて、今日はしめ縄の編み上げ作業が行われました。淡路市の伊佐那岐神宮では午前8時からしめ縄の編み上げ作業が行われました。しめ縄は毎年新年を迎える前に地元の氏子などが持ち回りで作っていて、今日は大小合わせておよそ30本を編み上げました。町内会が交代で8年に一度ご奉仕をしていただくんですけども、材料の段取りから手間からすべてその覚悟を町内が、ね、心を込めてやっていただいて、今年の場合は令和になって初めてですから、素晴らしいものができてきて、ね、ありがたいなと思っています。多くの方がお迎えしたいと思います。今日完成したしめ縄は今月29日に正門などに飾り付けられるということです。また今月4日には新年の縁起物の守護矢作りが行われました。地元の婦人会のメンバーらおよそ40人があらかじめ用意された3000本の矢に来年の干支であるネズミを描いた絵馬と金と銀の鈴を取り付けていきました。令和になって御代に変わりまして初めての、お正月でございますので、みんなが幸せに平安に暮らせるようにと、心を込めてこの浜屋に込めてお作りさせていただいております。伊佐那岐神宮では正月三が日でおよそ14万人の参拝客を見込んでいるということです。